あ、本当。どの辺にいるの？いつ？え？2階でした。うん、2階。あ、ここなの、バイトしてる。バイトしてるから、ね、100人ないかな。厨房かな。受けますね。はい、じゃあ行きますか、食べ放題。あ、じゃあ上に、はい、でかいよ。ここも結構美味しかったですけどね。美味しいですか。うん、美味しい。これやっぱケンちゃんっていうのが美味しいの。お腹すいた。つきました。ああ、はい、やってなかったらウケるよね。ちょっと悲しいですよね。ファミリーマートになっちゃうね。なんでやねん。もうみんなが食いすぎて、もう営業をやめた。うお、安いから。今日朝早かった。今日朝、はい、ちょい早でした。ちょい早。こちらに行って、あの右側なんですよね。ここっすよ、バイキン。すごくね、すごいでしょ。あそこの方が全部食べ放題、素晴らしい。じゃあ3人行きますか。いっぱい食べれそう。美味しいのばっかり。あ、もう全然。あの、食べてください。いただきます。ケンちゃんのこんなセレクトで、美味しいですか。めっちゃ美味いです。箸止まってます。アウト。いや、全然口動いてるんで。はい、こんにちは。こんにちは。今日もね、愛車紹介ということで、なんか噂聞いたんですが、はい、なんかね、いいの乗ってるって聞いたんですよ。いや、まあ、何に乗ってるんですか。こちらのモンキーを。おー、モンキー。おー、これ何、モンキー50。はい、そうです。これでね、モンキー125、女子のや、女の子のマネージャーのやったんだけど。あ、そうなんですか。やっぱりね、モンキーは50。はい、50で。50。はい。おー、すっごい。これ何年式。いや、もう僕にもあんまり分かってない。お父さんがもう結構若い時代から。うわ、え、じゃあすげえ価値あるじゃんこれ。かもしれないですね。うわ、すっげえ。かっこいいね。お父さん若い時代っていうと、多分俺と同い年ぐらいでしょう。ぐらいでしょ、多分。ですかね、多分。うん。そうすると、もう超流行ってた時じゃん。はい、そうです。この当時でさ、あのめちゃくちゃ原付なんです。っていうかスピード出るんだよね。そうです。これも出る。出ます。うん、ちょっとあんまりね、何キロ出したっていうと問題になってしまうんで。はい、このアップマフラーすごいね。そう、お父さんがもう改造して。改造してアップマフラーすごい。これ何、もうエンジン元気なの。あ、もう元気です。すごいな。何回か焼けたことありますけど。焼けた。炎出たことあります。マジで。はい、らしいです。お父さん、あ、お父さんが。お父さんが、はい、お父さんやんちゃん。いや、あの滋賀の琵琶湖一周した時に、ね、なんか言ってました。あ、うわ、これででも結構乗ってるとさ、みんなにギロジロ見られるでしょ。そうですね。マニアの方からしたらたまらないんじゃないですか。かもしれないです。すごいな。なんか煽りにされたこともあります。あ、本当。いや、ちょっとさ、乗ってもらっていい。あ、はい。
あ、乗ってもらって、まずまたぐ感じでこうちょっとヘルをかぶってもらって、うお、ちょっとこの映像すごいですね。この小ささ半端ないですね。あ、これは何、左はもうギア、はい、もうここで、これどういう感じなんですか。ギア一応こう下押しと1、2、1、ほんでこの上に上げた2になるんですけど、ね、その1と2の間にニュートラル、ああ、はいはいはい、あるよね。で、2、3、4まで、4まで、はい、4速のリターン式ね、はい、ああ、ちょっとね、自分もまたがってみていいですか。あ、どうぞ。ああ、ちょっと一応、うわ、これ何、これ何キロまで OK なの。まあ、一応原付なんで30。あ、じゃなくて、あの体重。あ、体重ですか。いや、一応お兄ちゃん120何キロありますけど一応乗れてるんで、星屋さんでも大丈夫だと思います。うわ、これね、はい、うわ、ちょっと前から撮ってもらっていいですかこれ、はい、だってこれさ、俺膝痛いからさこの体勢かなり辛いブレーキの効きは、いや、もうエンジンブレーキほぼのみで。なんてやねん。はい、エンジンブレーキほぼのみ。そうですね。すごいな。だって これさ、昔のやつだからさ、ちょっと映してもらっていい。あ、ちょっと貸してね。これさ、メーターあるじゃん、はい、これさ、昔さ、車に乗せられるようにこう折り畳み式なんだよね。あ、そうですね。車乗せたことある？ないです。ない、はい、これ車の後ろのトランクに乗せられるようにこれ折り畳み式なんだよ。そうなんです。うん、調べたから。あ、これも鍵もモンキー。はい、これメーター何キロ走ってる人もこれなんか当てにならない感じだよね。そうですね、もう4まで行ったらすぐ30行くんで。あ、マジで、はい、調節が難しい。加速はすごい。そうですね、平坦な道だと。これミラー見てんの？いや、実際見えてないです。え、これ本当のミラーなんでしょ。いや、これ純正じゃないんですよ。折れちゃって純正じゃないの、はい、あ、そう、すごいな。ちょっとこのまま引きで撮ってもらっていい？すごいな、これだって、ケツ痛くない？あ、もうなんか電気マッサージした後みたいに、なんか痛みたいに、はい、お尻がちょっと痒くなります。そう、これ今ギア入ってないでしょ。はい、入ってないです。エンジンかけていい？あ、どうぞ。でも、これこのままかければいいだけなの？いや、ひねっていただいて、フットで、うん、どういうこと？ここ、ひねってもらって、うん、ひねた。さあ、じゃあちょっと、じゃお願いするわ、もう一回ちょっと、はい、ちょっと、こんなん膝痛くて俺無理だわで、ここをひねって、で、次は、うん、ここ、うん、そしたら、うん、まあ、エンジンがかかるんで、うん、それと同時に、すごいこれ、はい、サンダルで乗ってるんですか？はい、もう大学なんであ、ここ大学、ここね、ここ私有地だからね、はい、まあ別にここ私有地なんで、あの、すげえなー、超かっこいいじゃん、はい、いや、これはちょっと受ける範囲でね。そうですね結構こんなんなかなか乗ってる人はいないと思う。いないよね。あ、じゃあちょっと、せっかくなんで走ってるところ見たいですね。はい。おお。ちっちゃ。30ぐらいしてもらっていいですか。ドライブ姿見たいんで、ちょっと行ってきてもいいですか。はい、ちょっと自分は運転したくないんで、こんな思って膝痛いからこれ無理やわ。おお、ちょっと行ってきます。なんか喋りながらでいい？あ、演奏っすか？ちょっと喋りながら、ね、声が入ってるんでしょ。わかりました。本気の良さを語ってきてください。ちょっとこれが多分映っちゃうから、これしは、はい、よし、頑張ってます。いただきます。
やつはちょっと飛びますよ。いいもの見せてもらいましたよ。これ何燃費的にはどうなの？そうですね、まあ、距離によ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 。何リッター入るのこれ？1リッターのわけで、だいたいいつも何リッターぐらいってのこれ？結構パンパンなんですけど。パンパン、はい、もうそれすらわからない状態。そうですね。ガソリンなくなったらランプつくんでしょ多分。いやこれつかないです。部屋上がってるんで、うん、一応バイク補助の、うん、補助ってなの、タンクも一応あるんで、いざとなった時に、うん、途中で切れても、うん、一応、あなんとかある、はい、ガソリンスタンドまでの距離分の、まあ、ガソリンは残されてるんで、うん、これいつなくなるか分かんない、恐怖感ない。そうですね、結構開けてみるのそこ。あ、そうです。いや朝行く時に、うん、パッと開けて、大丈夫ね。ここに水、うん、ガソリン見えたら、うん、もう、まだいける、あと2往復ぐらいいけるなとか。そんな予想しながらギャンブル的なことをしてます。いやもう本当ね、今日こんな素晴らしいバイク、はい、最高ですよ。こんななかなかね見れる機会ないんでね、はい、うん、大切にね使ってるっていうか、大切だよね、これ宝物だと思うんで、はい、で家の家宝ですか。家宝、家宝とします。どうも今日はありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。